皆さんこんばんは。8月24日土曜日、祭りんテレビ、いつもありがとうございます。今日は中国がアメリカ製品に対する追加報復関税を発表したことを受け、トランプ大統領は対中国関税の新たな引き上げを発表したことを紹介させていただきます。中国がアメリカ製品に対する追加報復関税を発表したことを受け、トランプ大統領は23日、対中国関税の新たな引き上げを発表しました。さらにアメリカ企業に対し、中国からの事業撤退も要求しました。通商問題をめぐる米中の対立は深まる一方となっています。中国商務省は同日、アメリカからの輸入する750億ドル相当の商製品に対し 5% から 10% の追加関税を課すと発表しました。アメリカは9月1日から発動を予定する対中国制裁関税第4弾に対する報復措置ともいられます。一部製品に対する追加関税は9月1日、残りは12月15日に発動する予定です。対象となるのはアメリカから輸入する大豆や牛肉、豚肉を含む農産物や小型航空機など5078品目、自動車部品に対する関税も復活する予定です。中国商務省は声明で、アメリカの一国主義や保護主義により今回の決定を余儀なくされたと表明。ある中国外交筋は、通商合意は望ましいが中国の国益にそぐわず、相互信頼が欠如した合意を求めているわけではないと強調しました。これに対しトランプ大統領は、これまでに課している2500億ドル相当の中国製品に対する関税を現在の 25% から 30% に引き上げると表明しました。10月1日から適用します。さらに中国製品3000億ドルに課す追加関税第4弾の税率も 10% から 15% に引き上げました。第4弾の発動時期は一部9月1日からですが、全体の半分近くは9月1日から12月15日に延期されています。トランプ大統領はツイッターへの投稿で、残念なことにこれまでの政権は中国が公正かつバランスの取れた貿易を出し抜くことを許し、これがアメリカの納税者の負担となってきましたと指摘。大統領としてもはや許すことできないと述べました。またこれに先立ち、偉大なアメリカ企業に対し中国の代替先を即時に模索するように命じる、事業をアメリカに戻しアメリカ国内で生産することも含まれるとし、我々は中国を必要ない、正直に言えば中国がいない方が状況がマシだろうと投稿しました。トランプ大統領による中国からの撤退命令に法的拘束力はなく、実際にどのようにアメリカ企業を中国から撤退させるのか不明です。専門家は税制の変更や税制などを通じ中国におけるアメリカ事業を制限・縮小させることができるものの、プロセスは長期間を要する可能性があるほか、両国の経済に深刻な影響を及ぶ恐れがあると指摘していました。中国の締め出しについては、同国で事業を展開するアメリカ企業からの
連邦政府調達を制限することが最も効果的な選択肢となり得ます。ただし、ボーイングやアップル、ゼネラルモーターズなど連邦政府の大型調達先で中国で幅広く事業を展開する企業が大きな痛手をかぶることになるとみられます。全米小売業協会 NRF は声明で、アメリカの小売業界は世界第2位の経済大国である中国から撤退することは現実的でないという見方を示しました。ホワイトハウスのナバロ大統領補佐官は、中国との貿易戦争が物価上昇やアメリカの景気減速を招くことはないとした上で、9月の米中貿易交渉は予定通り実施されるという見方を示しました。トランプ大統領はアメリカで乱用が問題となっているオピオイド鎮痛剤フェンタニルについても中国からの流入を阻止するため、宅配大手フェデックス、ユナイティドパセルサービス、ネット通販大手アマゾン .com、アメリカ郵政公社に対し配達を拒否するように指示しました。ご清聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。